8日目。今日は珍しくさつまいもを使います。1センチ幅くらいで食べやすい大きさに切って、10分ほど水にさらします。次に鶏胸肉を一口大に切ります。切った鶏肉は塩コショウで下味をつけておきます。さつまいもを水から取り出したら、ラップをして600ワットで3分レンチンします。その間に油を引いたフライパンに鶏肉を投入、お肉の色が変わるまで炒めます。続いてレンチンしたさつまいもを投入、軽く混ぜ合わせたら、お酒とみりん、醤油、はちみつを加えてよく混ぜ合わせます。塩コショウで味を整えたら出来上がり。次に白菜のナムルを作ります。まず白菜を1センチ幅くらいに切ります。ボウルに移して、お酒をかけたら、ラップをして600ワットで3分レンチンします。3分後、水気をきっちり切ったら、ごま油と鶏ガラスープの素、醤油、すりにんにくを加えて混ぜ合わせます。仕上げには切り唐辛子を加えたら出来上がり。最後に味噌汁を作ります。まずはナスを1センチ幅に切ります。次に油揚げも1センチ幅に切ります。本だしを加えた鍋に具材を投入、ナスに火が入るまで煮込みます。5分後、火を止めて味噌を溶かし入れたら出来上がり。2日目。今日はまずエリンギでおつまみを作っていきます。エリンギは1センチ幅くらいに切ります。バットに片栗粉を入れたら、エリンギを投入、全体にまんべんなくまぶします。薄く油を張ったら、エリンギを投入、くっつかないように広げたら、きつね色になるまで揚げます。揚がったら軽く油を切ります。ボウルにマヨネーズとケチャップ、蜂蜜を加えてよく混ぜ合わせたら、エリンギを加えてしっかり混ぜ合わせます。仕上げに黒胡椒を加えたら出来上がり。次にちくわで今日のメインを作ります。ちくわを半分に切ったら、切り込みを入れます。切り込みから開いたらチーズを詰めます。次に片栗粉を振って薄くまぶします。あとはベーコンをちくわに巻いていきます。なるべくきつく巻いていきます。最後にベーコンの端にも片栗粉をつけます。これでしっかり海苔付けされて綺麗に焼けます。海苔付け部を下にしてフライパンに並べます。焼き目がついたらひっくり返して、全体がこんがりするまで焼いたら出来上がり。3日目。まずはオクラで副菜を作ります。オクラのヘタとガクを切り落として、塩を軽く振ったら、指でこすって産毛を取ります。
沸騰した鍋にオクラを投入。1分くらいでさっと茹でたら、すぐに取り出して粗熱を取ります。次にオクラを3等分に切ったら、器に移して、すりごまとポン酢、すり生姜を加えて、ムラなくしっかり混ぜ合わせたら、出来上がり。次にししとうを使ってメインを作ります。まずししとうに適当に切り込みを入れます。豆板醤とすりにんにく、すり生姜を焦げないように軽く炒めたら、合いびき肉を投入。お肉の色が変わるまで炒めます。続いてししとうを投入。ししとうに火が入るまで炒めたら、お酒とみりん、醤油を加えてしっかり混ぜ合わせます。塩コショウで味を整えたら、水溶き片栗粉を加えてとろみをつけます。仕上げに輪切り唐辛子を加えたら出来上がり。最後にスープを作ります。まずはピーマンを乱切りして、ベーコンは1センチ幅に切ります。鍋にピーマンとベーコンを加えたら、ピーマンに火が入るまで煮込みます。ペーパーと醤油を加えて混ぜ合わせます。次に卵を割り入れて優しくほぐします。卵溶くのが面倒だったので横着しました。仕上げにごま油を少し加えたら出来上がり。4日目、ぶりが半額だったのでぶり大根にします。ぶりに軽く塩を振ったら10分ほど置きます。その間に大根を切ります。1センチ幅くらいにいちょう切りして、お皿に移したら水を軽くかけます。続いてラップをしたら600ワットで5分レンチンします。次にぶりに熱湯をかけます。表面の色が変わる程度で大丈夫です。最後に流水で洗ったら下処理は完了です。ごま油を引いたフライパンに大根を投入。焼き目がつくまで炒めたら、下処理したぶりを加えます。水とお酒、みりん、醤油、本だし、砂糖を加えてしっかり混ぜ合わせたら、落とし蓋をして弱火で煮込みます。15分後、仕上げに刻みネギを加えたら出来上がり。次に副菜を作ります。まずはピーマンを細切りして、ボウルに移したらラップをして600ワットで2分レンチンします。その間にミョウガを切ります。半分に切って芯を切り落としたら千切りにします。2分後、ボウルにミョウガを加えて混ぜたら、かつお節とポン酢、マヨネーズを加えてしっかり混ぜ合わせたら出来上がり。本日もご視聴いただきありがとうございました。今後も夫婦暮らしの食卓などを動画にしていきますので、よろしければチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。
バイバーイ。